はい、皆さんこんにちは、ティロップスのトシです。いつもありがとうございます。今日はね、楽しいバンドの始め方第1夜ということで、初心者の方に向けて、これからバンド始めたいんだけどっていう人に向けてね、これからいくつも撮っていこうと思います。今日はね、第1夜なんで、本当に基本というか基礎的なところをね、お話してみたいと思います。はい、もうまずね、まずメンバー選びからいきましょう。もう本当一番初めからですよ。まだ楽器買うとこまで行ってませんからね。メンバー選びですね。これね、もちろんね、もう友達と仲いい友達ね、一番いいですよね。うん、で気心知れた方がいい、もちろんいい、うん、いいんだけれども、できればなんだけど、ちょっとだけ上級者というか、経験のある人、バンド経験のある人なんかがちょっといると、一人でもいると非常にスムースに運ぶんですね。もうみんなが初心者だと、もう全然わかんないじゃないですか、初めから。もう、ね、右も左も何もわかんないんだけども、ちょっとでも楽器弾ける人、それとかバンドやったことがある人なんていうのが一人でもいると、あ、これはこうやった方がいいよっていうふうにね、いろいろ教えてくれるから、まあできればですけどもね、うん、いた方がいいかもしれませんね。あとはちょっと頼んでね、ドラムしろギターにしろ、ちょっと上手い人頼み込んで、できれば入れた方が、まあ、話が早いかなと、ね。まあ、ただそうじゃなくて もうみんなでね、手探りでね、この素人さんがですね、やるのもまたそれは楽しいんで、それはいいんだけども、まあ、できたらね、いいかもしれませんね。はい、でね、さあ次、曲目をね、選ぶときなんですけども、これね、やっぱりね、できれば統一した方が、まあ、後々いいっちゃいいわけですよね。まあ、ライブやるにしても、なんていうんですかね、楽器買うにしても、自分もヘビーメタルやりたいんだけどっていう人間と、まあ、アイミョンやりたいんですけどっていう人が一緒になっちゃうと、まあ、ちょっと難しいですよね。ある程度はすり合わせした方がいいでしょう。それから、同じステージでいくらなんでも、ね、まあ、アイミョンとね、まあ、レッド・ゼッペリンとかね、まあ、2曲並べてできないでしょう、どう考えても。まあ、おかしなことになっちゃうんで、さすがに。まあまあ J-POP でまとめるとか、まあ、ロック系でまとめるとかの方がいいでしょうね。次なんですが、ね、リードボーカルに関して、歌の人ですねに関してちょっと注意点なんですけども、これね、まず一番初めに、そのさっき言ったようにカバーやるっていうことになった時に、その歌う人は絶対にその曲が絶対に歌えますっていう曲をちゃんとリクエストしてください。カラオケボックスなんかにも行って元気で歌って、で、あ、なんかギリギリ歌えるなと、まあ、例えば上手い下手はまあいいんだけれども、これ今言ってるのは初めから声の高さですね。キーがどうしても初めからもう声が出ない曲っていうのは、いくら頑張っても出ないですから、言い切っちゃいますけど、これギターの人とかがこれ難しいねって、このフレーズって言っても、練習すればできるようになるって可能性は非常にあるんですが、このキーって出ないねって言ったら多分ね、出ないんですよ。もうこれ夢を打ち砕くようなこと言っちゃってますけど、まあ、もちろんトレーニングすれば多少は出るようになるんですよ。現実問題として、もう大人になって高校生以上の子が一音も二音も高い音でですね、限界実音の声で上がっていくっていうのはなかなかないんですよ。まあ、1音ぐらいあるかもしれないんだけど、まあ、なかなかないんですよ。3音も4音も高い音が出るようになるってことはまずありえない。初めから歌えないっていうのは、練習しても歌えないっていう可能性非常に高いんですね。だからそういう時はね、しょうがないからね、諦めてもらうしかない。あるいはこれちょっとテクニックを使うっていうやり方もあるんですが、まあ、それはね、ミックスボイスって言って、まあ、裏声で出ますよね。裏声にすれば大体みんなその高い声出るんですけども、裏声になっちゃうとすごい弱い声になっちゃうんで、その裏声と実音の地声ですね、それをミックスで出すっていうやり方があるんですよ。これを使えば、できなくもないです。なのでそういうテクニック的なものを使ってここまで声が出るようにするっていうのはね、ちょっとありなんで、それも確かにいいんだけれども、実音で、地声でここまで出ないものは、もう絶対出ないですから、うん、そこも気をつけてください。まあ、僕がね、高校生くらいの時にね、オフコースのバンドをね、手伝いでね、やったことあるんですよ。で、オフコースね、小田和正の声ですから、男の子がそう簡単に小田和正の声出ないわけですよ、普通の男は。ね、だからもう初めから分かってたの、あ、これもう無理だなって。演奏は頑張れば、ね、できるようになるかもしれないんだけど、まあ、歌に関しては小田和正に絶対なれねえなっていうのは初めから分かってたから、まあ悲惨なわけですよ、どうしてもね。だからライブなんかも悲惨なことになってしまうわけですよ。だからここはちょっと気をつけて、ちゃんと歌える曲をやりましょう。それともう一つなんですが、僕も経験あるんですけども、
これも僕の経験なんですけど、ジャーニーとかね、あのイーグルスをねやったことあったんですよね。あの本当10代ぐらいだと思うんですけども、でその時やっぱり今言ったみたいに男の子の声が出ないから女の子に頼んだんですよ。とりあえず歌ってくれと。まあ女性だったら歌えますからね、ジャーニーだろうと高いキーの男の声って出ますから、まあ、歌ってもらったんですよ。だけどねやっぱそれもね、その子が例えばすごいジャーニーが好きですとか言うんだったら全然いいんですけども、レインボーが好きですだったらもうかっこいいんだけども、いや私知りませんけどとりあえず頼まれてるんで歌ってますって手で歌うわけですよ。そうなってくるとやっぱりね、なんかこうライブもねあんまりかっこよくないんだよね。いかにももう頼まれて歌ってますがバレちゃうから、もう熱量がないからね。このバンドが好きで好きでって言うんだったら男でも女でも違ったとしてもね、全然かっこいいんですけども、そういう熱量がないからやっぱねあんまりかっこいいステージにならないんですよね。頼み込んで歌うっていうのは、まあ、初めのうちはしょうがないかもしれないんだけども、まあ、できればやめた方がいい、できればこれ歌いたいんですっていう人に歌ってもらう、これが一番いいかもしれませんね。あと課題曲はやっぱり、簡単な曲なるべく、でこれも簡単な曲なのか難しい曲なのかって多分初心者ってもうそもそもそれすらも分かんなかったりするじゃないですか、そういう時にも上級者の方がいると、あこの曲は難しいよとか、この曲はできるかもしれないよとかね、もうそもそも最後まで演奏できるかどうかっていうのをきちんと見極めなきゃいけないんですよね。でそういうこともあるから、まあまあ自分たちで一生懸命考えて好きな曲をやるのはもうもちろん一番いいんですけども、その好きな曲がいやよく考えてみて、これあまりにもこのセクションって多分弾けないな、歌えないなとかっていうのがあるんだったら、まあ、ちょっと考えてください。あとね一つの目安としてはね、難しいところっていうのは2パターンあって、弾くのが難しいパターンと、曲の構成を覚えるのが難しいパターンっていうのが2つあると思うんですよ。でね、弾くのが難しいパターンはね、そこをどうしても曲のテーマだから弾かなきゃいけないってなったらもう絶対しょうがないから頑張って弾くしかないんだけども、ここのところはちょっと端折っちゃってもいいなっていうのだったら、このフレーズ弾けないからちょっと省略バージョンで弾いちゃってもいいだろうっていう考え方もあるんですね、うん、でその場合はクリアできるじゃないですか。だけど難しいのがね、曲の構成が難しいってやつ、例えば、すごく長いとか、あとそれからね変拍子が入ってるとか、まあ、変拍子って今聞いてる方で分かる人もいないかもしれないんだけども、変拍子というのは 1,2,3,4,1,2,3,4 って普通進んでいくんだけど、それが 1,2,3 でまた次 1,2,3,4,5 って続くとか、拍子がちょっと違うとかね、そうなってくると非常に覚えるのが難しいんですよ。だからこういう曲ってたまにあるんで、仕掛けみたいなんだけどもね、うん、そういうのが入ってるのは初めからかなり難易度が高いです。なので覚悟してやるしかない、全員がそこを覚えないから絶対できないから。普通の 4-4 の曲っていうのは、偶数の曲はあんまり覚えなくても体の中に偶数が入ってるから 4つずつこういくわけだからね、難しくないんですよ。覚えなくても普通にいくんですよ大体みんな。でもね、変拍子っていうのは本当にそこをちゃんと覚えないとできないから、覚えてこなきゃできないから、まあ、初心者の人にはちょっとハードルが高くなっちゃう。だから変拍子が入ってないやつね、その辺も気をつけてみるといいかなと思いますね。あとね、カバーするときには必ずみんな同じ音源を聞きましょう。絶対です、これは。誰かがライブバージョンを聞いて、誰かが本物の音源を聞いてるなんてやっちゃうと、もう構成がもしかしたら違うかもしれないし、テンポがそもそも違うかもしれない。だから非常にそれ危険なので、必ず同じ音源を聞いてみんなでこの音源をカバーしましょう、コピーしましょうっていうやり方をしないと事故るんでね、そういうことをねちゃんとやってください。でね、曲を決めるのは本当楽しいですからね、もう何十曲も出していいんですよ。もう好き勝手にもう出しましょう、とりあえずは初めは。でみんな好きな曲持ち寄るじゃないですか。で多分いっぱいになるんだけれども、その中から絞って多分ね、頑張ってできても 4,5 曲だと思うんですよ初めは。その作業もまた楽しいから、まずは今言ったことを気をつけながら、この曲いいんじゃないっていうのを出してみてみるといいんじゃないかなと思いますね。はい、今日はね第1夜でね、まあ、こんな感じで、進めていくのですが、これから先もどんどんね進めていきますので、聞いてね参考にしてもらえたらと思います。で上手くなったらライブやりましょうね、面白いですからね、きっと楽しいですからね。はい、じゃあまた聞いてください。ありがとうございました。